2023年7月16日の高知空港の様子。ステイト・オブ・コーチ・エアポート、July 16, 2023. 高知空港は高知県の中央、南国市に位置します。高知空港の滑走路の長さは2500メートルあります。緑色で囲ったエリアは滑走路になります。赤色で囲ったエリアが誘導路になります。黄色で囲ったエリアがエプロン、駐機場になります。それぞれの引き出し線がタワー、括弧、管制塔とターミナルビルになります。青色で囲った取り付け誘導路は南側から単語1から単語6まであります。高知空港の海側から山側へ向けての離陸、着陸は飛行機種の方位が地北から320度の方向となるためランウェイ32と言います。逆に山側から海側へ向けての離陸、着陸は飛行機種の方位が地北から140度の方向となるためランウェイ14と言います。高知空港空港監視レーダーフェーズ R は2機あります。昔スーパーケースは2機目の ASR レーダー課題に仕事で登りました。それでは7月16日の滑走路、誘導路、エプロンの様子を見てみましょう。熱海発高知行き ANA 製の605便ボンバルディア DHC8-9400 ランウェイ32より着陸、ランディングランウェイ32。高知発福岡行き JAL3582 便エンブラエル ERJ170 ランウェイ14より離陸、テイクオフランウェイ14。高知発羽田行き JAL494 便ボーイング737-800タキシング開始、タキシングスタート。アエロスパシアル S350 エキュレイユエイスター。
ガル494便、ボーイング737-800、ランウェイ14より離陸、テイクオフランウェイ14。高知発松山行き、パイパー PA28。飛行前点検、プリ、フライト、インスペクション。高知発松山行き、パイパー PA28。発動機、暖気運転、エンジン、ウォームアップ。タキシング開始、タキシング、スタート。松山行き、パイパー PA28。 ランウェイ14より離陸、テイクオフランウェイ14。スーパーケースチャンネル、これからもスーパーケースチャンネルをよろしくお願いします。よろしければチャンネル登録と高評価いただけましたら幸いです。 Please subscribe to the channel and give it a high rating。バンテージポイント。